大大藩の真実をイギリスが指摘し話題になっています。お疲れ様です。パーソナリティのほのかです。今回の話題はこちらです。英国が隣国の黒歴史を報道。隣国被害の事実は信じられない。英国日本に行っていることと真逆の態度を示している。2021年2月28日、英国労働党のウェイン・デビッド議員が、隣国は女性問題解決に乗り出しているように、ベトナム戦争の隣国軍の性暴力疑惑も認めるべきだという主張を英国のオンライン誌インディペンデントに寄稿しました。デイビッド議員は、英国議会のベトナムに関する超党的議会の集まりである APPG ベトナムの議長でもあります。それでは掲載された寄稿文の内容を見ていきましょう。デイビッド議員は、隣国政府は日本との間の女性問題に関しては、日本からの謝罪を得るために何十年もかけてキャンペーンをしているが、ベトナム戦争で隣国軍が行ったと言われている暴力に関しては真逆の態度をしていると主張しました。ベトナム戦争では1964年から1975年までの間、隣国から約32万人の軍人が参加しました。その時に隣国の兵士たちからベトナム人女性が暴力を受けたとされ、その中には12、13歳の少女もいたといいます。推定では被害に遭った女性の数は数万人に上り、今も約800人は生きていると言われています。また隣国軍兵士たちによる国で妊娠するケースも多くありました。生まれてきた子どもたちはベトナム語で隣国人との混血を意味する来大藩と呼ばれ、敵国の子として共産党政権下で差別されるようになりました。差別を受けている生存者とその子孫の数は推定ですが5000から3万人、またそれ以上とも言われています。来大藩と呼ばれる人たちは現在も周辺から追い出され、低所得層の農村で暮らし、社会から排除され、教育もまともに受けられずにいる場合が多いと、実際に彼らに会ったデイビッド議員は記しています。寄稿文は最後に、私たちは全ての犠牲者を支援するために行動を起こすよう政府に要請しなければなりません。一部の被害者グループを認識して支援する一方で、他のグループを無視することは私たちが選択的正義の時代に生きていることを示唆し、不処罰が蔓延する可能性があるのです。私たちは隣国に兵士に対する暴力の申し立てを認識し調査するよう要請しますと結んでいます。このように来大藩問題は、隣国が女性問題について主張することと比例するように、近年注目されるようになってきています。2020年3月には英国放送協会 BBC がベトナム戦争で隣国の兵士がベトナムの女性たちに行った蛮行を特集で伝え、日韓外交関係者の間で反響を呼んでいます。隣国政府は国連の場でも旧日本軍の女性問題を再三取り上げてきましたが、ベトナムでの自国兵の行為については謝罪をしていません。 BBC はデイビッド議員が指摘したことと同様に、この隣国の二重規範についても指摘しています。女性問題は2015年の日韓合意で最終的かつ不可逆的に解決されています。そして日本政府、隣国政府ともに今後国連等国際社会においてこの問題について互いに非難・批判することは控えると取り決めがされています。それなのに隣国のムン政権は何度も国連人権理事会で女性問題について蒸し返しています。一方、ベトナムの暴力については認めていません。このデイビッド議員の主張は隣国でも報道され話題となり、隣国人からたくさんのコメントが寄せられました。その一部をご紹介します。隣国人の反応。それはいいが、英国は中国と多くの侵略国に謝罪はしたのか。またアヘンで戦争を起こして搾取したり、蛮行の歴史の謝罪はしたのか。英国は黒人に性的に暴行を加えたことは謝罪したの。
数百年間英国が人々を虐げ苦しめた歴史についての謝罪がないのはなぜ？人々を刺激して金儲けに利用した国である英国はどうなの？謝罪してるよ。しかし英国は謝罪したのか？どんな根拠があって言ってるの？明確な証拠を持って話せ。ベトナムに派兵され犠牲となった多くの兵を侮辱するな。隣国人の反応を見ると、まず英国が他国に謝れといった反応が多くありました。またコメントを見ると、隣国はすでに謝罪をしているという意見もあります。これは英国で報道されたものと意見が異なるので、簡単に説明させていただきます。隣国人が言う謝罪というのは、2018年3月23日にムン大統領がベトナムを国賓訪問中に述べた、我々の心に残っている両国間の不幸な歴史について遺憾の意を表すという発言だと思われます。隣国人がこの発言を謝罪と受け取ったのなら、確かに隣国人から見ると謝罪をしているのに変なことを言うなとなりますね。しかしこれは公式謝罪ではありません。公式謝罪は政府レベルの真相調査と賠償などが伴わなければなりません。でもムン大統領の発言はただの遺憾表明に過ぎず、これでは謝罪とは言えないのです。それでは日本人のコメントもご紹介します。日本人の反応。ムン大統領が謝罪しただと、申請性がないのでやり直し、相手が許すまで謝罪は終わらないと偉い人が言ってた。お前たちもだろうと反省せずに人の足を引っ張る方に行くのはさすがですね。素直にごめんなさいって言ったら。被害者が謝罪を要求しているんだから、まず隣国が謝罪と賠償をすべきだろう。日本も何度も謝罪したけど、申請性のある謝罪ではないとごねてくる国があります。え？あれだけ証拠があるのにまだ認めてなかったの？大統領が謝罪したと開き直っているやつは、言われのないことに謝罪した日本政府の謝罪は受け入れているんだろうな。国が謝罪しようが関係ない。隣国式ルールによれば、個人請求権は国とは別で時効もなく相続できる。一人当たり1億ウォンを賠償しなければならない。ベトナムの被害者が納得していないので、隣国は未来永劫謝罪しなければならないだよね。いかがでしたでしょうか。今まで隣国が日本に対して主張してきたことへのブーメランと思えるようなコメントが多かったですね。隣国、被害の事実は信じられない。英国、犯した罪を認め国連の調査を支持する姿勢を示してほしい。隣国がベトナム戦争時にベトナムでした蛮行について、最近ではこのような話題も報道されています。2021年3月26日、隣国のハンギョレ新聞は、ベトナム戦争当時に行われた隣国軍の民間人への蛮行事件と関連して、国家情報院、国情院が持つ情報を公開すべきだという最高裁判所大法院の最終判断が出たことを報じました。これはイム・ジェソン弁護士が国情院を相手取って起こした情報公開拒否処分無効確認訴訟で、最高裁3部は原告勝訴の判決を下した原審を確定したと発表し、国情院は判決趣旨に従って当該資料を公開すると明らかにしました。イム弁護士が情報公開を要求したのは、1968年2月に隣国軍によってベトナムで発生したフォンニー・フォンニャット村民間人への蛮行事件の中央情報部国情院の前身の調査内容が書かれた文書リストです。フォンニー・フォンニャット事件とは、隣国軍青竜部隊がベトナム戦争時にベトナム中部のフォンニー・フォンニャット村の住民70人余りを殺めた事件を指します。ハンギョレ新聞は、政府がこれまで沈黙してきたベトナム戦争で隣国軍が民間人へしてきたことの真相を究明する道も開かれるものと見えると報道しています。しかし現在、ソウル中央地裁では
フォンニー村事件被害者のグエンティ・タンさんが隣国を相手取って起こした損害賠償請求訴訟が進行中ですが、隣国政府は被害の事実は信じられないとして隣国軍の加害事実を認めていません。また2019年7月下旬にはロンドンのウェストミンスター地区の公園でライダイハン像が一般公開されました。ライダイハン像の制作者は英国人彫刻家のレベッカ・ホーキンス氏です。像はライダイハンと母親をかたどった高さ230センチ、重さ700キロの巨大な像です。制作を依頼した英国の民間団体ライダイハンのための正義の国際大使を務めるジャック・ストロー元英外相は、ベトナム戦争時に被害者となり生き残られた方々を記念するこの彫刻を見てほしいと話しました。そして隣国政府に自国軍が犯した罪を認め、国連の調査を支持する姿勢を示してほしいとも述べています。この像は在ベトナム隣国大使館前などに設置して世論へ訴えることを検討していると発表されています。それでは当チャンネルの感想です。今まで隣国が日本にやってきた行動がまさにブーメランで返ってきています。ライダイハン問題を取り上げると隣国では必ず隣国政府は謝罪したというコメントが見られます。しかし先にお話しした通り、隣国政府は公式謝罪をしていません。またベトナム政府が謝罪を拒否しているというコメントもあります。しかしベトナム政府はともかく、被害者自身は謝罪を必要としています。隣国は謝罪していると思っている人もいるようですが、英国では未だ謝罪をしていないという見解を大々的に報道しています。隣国の言葉を借りるならば、被害者が納得していないのならば誠意を込めて謝罪しなければならないのではないでしょうか。あなたはこのニュースについてどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてくださいね。なるほど、ためになりましたか？それではまた次の動画でお会いしましょう。